おはようございます。おはようございます。モーカさん、おはようございます。ハレルヤ、ハレルヤ。今日も曇りですが、まあ、やや暑いですね。やや暑いです。ガッテムさん、おはようございます。今日も曇っています。トモさん、コスさん、おはようございます。今日は土曜日ですね。納豆さん、納豆さん、はい。7月21ですね。7月21、アンディビさん、おはようございます。アンディビさん、はい。アンディビさん、おはようございます。それではちょっとですね、どこをお見せしたらいいでしょう。ちょっとこのキノコ公園ね、キノコ公園お見せしましょう。今日はこの公園でムクゲが咲いてるのを見つけました。ゆうさん、おはようございます。サミヤさん、ムクゲを発見しましたのでムクゲをお見せしましょうね。ムクゲは、夏の花ですね。このムクゲはちょっとピンクの色ですね。まあ、これから毎日のように咲くと思いますね。はい、キツネさん、おはようございます。ハンナさん、おはようございます。そしてキノコもですね、本当にですね、もうびっくりするぐらい一日一日ですね、キノコがですねこう生えてくるんですね。びっくりします。たった一日でですね、生えますね。ちょっとお見せしますよね。こちこちキノコがあるんですけど、これですね。これ昨日はこんなじゃなかったような気がするんですけど、1日でこんなになっちゃったんですね。それからこれは昨日もお見せしましたけど、こういうキノコもあります。ヤコブさん、おはようございます。はい、それではですね、タイトルいきましょう。何かいい方法、これいい方法見つけましたね。鉄棒の上にちょっとパソコンを置いてですね、これちょっと安定は調子ないかな、安定はしませんが、トモさん、明日は久しぶりに日曜日が休みで、牧師の日曜礼拝をゆっくり見れることに神に感謝します。アメン。先生、すべての場所は美しいです。あ、そうですか。すべての場所は美しい。神が作られた自然はどこでも美しいかもしれませんね。こういうふうに、どっかの上に置くとですね、画面が安定します。モンクさん、大きくなりましたね。キノコって成長早いんですね。そうですね、本当にびっくりします。一晩でね、アシタバという植物があります。アシタバもですね、成長率が早くて、明日になると葉が生えるっていうんでしょうかね。アシタバという植物があります。ルルさん、おはようございます。ヨナ書っていうのがありますね。旧約聖書にヨナ書というのがありますが、あれはトウゴマという植物がですね、こう一晩で生えるという記事がありますね。トウゴマってどういう植物か分かりませんが、ヨナの
日よけのために、ね、日よけのために一晩でトコモが成長するっていうのがありますね。まあ、それが普通なのか奇跡なのかちょっと私には分かりませんが、トコモという植物があります。明日は選挙ですね、皆さん、選挙。私はまだ決めてないですね。どこに投票するか決めてないんですが、ちょっとまあ皆さんにこれ、まあ参考にしてくださったら嬉しいと思いますが、私はですね、私のまあ、過去のですね、まあ、支持政党は一番最初は社会党だったんですね。今もう社会党っていうのはなくなっちゃったんですが、社会党っていうのは昔ですね、クリスチャンの何人かが参加したようなで作った政党らしいんですね。川豊彦っていう人がいました。川豊彦っていうのは今の政教、ね、政教 コープっていうんですかね、コープを作った方、また労働運動を作った方、労働者運動ですね、それからいろんなですね、組合を作った方なんですけど、まあ、社会活動に活躍したクリスチャンです。神戸の貧民街で伝道した方でもあります。映画がありますね、視線を越えて、死ぬの死に、ラインの線で視線、ね、視線を越えてという映画がありますが、それは加賀谷豊彦の、まあ、人生を、まあ、特に初期の働きについての映画なんですけど、まあ、皆さん見られるといいと思います。そして東京世田谷にですね、世田谷に香川豊彦記念館、香川豊彦記念館というのがあります。まあ数年前にチャイスクールで、香川豊彦記念館に見学に行ったことがあります。あやぽんさん、おはようございます。そしてそのまあ香川豊彦が多分、まあ、これ正確な情報じゃないんですが、その参加して社会党を作ったということで、大石さん、おはようございます。ですからまあ最初は社会党がクリスチャンが、クリスチャンがまあ多かったんだと思いますが、あのクリスチャン首相ね、クリスチャン首相がいました。なんて人だったかな、首相じゃなかったかな、クリスチャンの政治家がいて暗殺されましたね。暗殺されました。ちょっと名前忘れちゃいましたけれど、ですね、誰かご存知でしょうかね。クリスチャンの政治家で暗殺された人がいますね。そして、その次ですけど、まあその社会党を応援してました。だけどどうやら社会党がどんどん廃れてですね、まあ何年か前に分裂しました。で、社民党と新社会党に分裂しました。社民党と、新社会党かな。で、私は新社会党を応援したんですね。新社会党を応援したんですが、新社会党はなくなっちゃった。なくなったかどうか分かりませんが、ほとんど出てこない、なくなっちゃった。で、今度は社民党を応援してたんですね。ところが今度社民党もだんだん小さくなってですね、今まだ残ってますけど潰れそうなんですね。潰れそうなんです。で、今度はですね、立憲民主党がいいんじゃないかと思って立憲民主党を応援してたんですが、そのポリシーとしてはね、ポリシーとしては、まあ、社民党が一番近いんじゃないかと思うんですが、令和新選組という新しい政党ができました。で、その令和新選組はですね、あの社民党にちょっと近いんですね。政策が近いんです。で、もしかしたら、令和新選組と社民党が会派を組んでですね、政党として認められる可能性があります。そういう意味でですね、まあ、令和新選組にですね、まあ、入れようかなって考えています。
立憲民主党にクリスチャンの候補者がいますね。どっちが御心かな、まあ、結局ですね、私たちは神様の御心に従うべきですね。神様の御心に従うべきですが、その、神様の御心を探っている段階です。最後の最後まで決めない。まあ、神様の御心に従いたいと思っています。皆さんもぜひ祈ってですね、祈って、神様の御心に近い生徒、神様の御心に近い、この何でしょうかね、政策、やはりですね、聖霊様が働いている。まあ、山本太郎さんはクリスチャンではありません。クリスチャンではないんですが、しかし神様は未信者も用いますね。神様を未信者も用います。神様の、まあ、風と言ったらいいでしょうか。聖霊様の働き、聖霊様の働きがどこにあるか、私には絶対こうだということは今の段階で言えませんが、その私の今の思いですね、私の今の思いを今語りました。皆さんもぜひ祈って、神様の御心はどこなんだ、ね、祈ってみてください。ゆうさん、きっと愛のある政治をしてくれると思います。山本太郎さんのね、その原発反対、ね、原発反対、それから消費税を廃止、これは私大賛成ですね。私も原発反対、消費税廃止なんですね。まあ、そういう政策が共通しています。後の政策はちょっと私あまりチェックしてないので分かりません。はい、今日のタイトルいきましょう。今日のタイトルは、闇、なぜ闇の中にいるのか、なぜ闇の中にいるのか。もちろんこれは霊的な闇ですね。物理的な闇ではありません。霊的な闇ですが、この物理的な光、物理的な闇を通して霊的な光、霊的な闇を皆さんが学んでほしいんです。神様は、霊的な光、霊的な闇を学んで、皆さんが闇の中にいるのではなく、その光の中にいてほしいんですね。皆さんが光の中にいてほしい。では霊的な光、霊的な闇とは何でしょうか。おはようございます。イエス様はこうおっしゃいました。イエス様はこうおっしゃいました。田辺誠さん知ってますよ。田辺誠さん知ってます。まずイエス様はこうおっしゃいました。私は光だ、私は光だ、ということは、イエス様が光、神が光、イエス様がいるところに光がある。イエス様がいるところが光の中ということをまず理解してください。そうすると闇というのは何かというと、闇というのはイエス様がいないところ、神様がいないところ、そう考えてください。まずこれ原則ですね。原則わかりましたか。霊的な光というのはイエス様のことであり、霊的な闇というのはイエス様がいないところ、働かないところ、それが闇だという、まあ、その原則をまずしっかり理解してください。そうなるとですね、天国はもちろん神様がいるところですから、光の世界ですよね。で、地獄は何かというと、地獄には神様がいないところです。ですから地獄は闇の世界です。光の世界と闇の世界があるということをまず理解してください。ではこの世はどうでしょうか、ね。皆さん、この世はですね、闇の世界なんですよ。皆さん、この世は闇、よく言うじゃないですか。この世は闇だって言うでしょ。この世は闇なんですよ。つまりこの世の中っていうのは神様のいない世界、
神様のいない世界、そういうふうにまず理解しましょう。ですから、多くの人は自分が闇の中に住んでることに気づかない、闇の中で生きていることをまず知る必要があります。つまり、イエス様がいない、そうでしょう。皆さん世の中でですね、イエス様のことを聞くことありますか？教会とかね、クリスチャンはイエス様イエス様って言いますが、この世は言いますか？言わないでしょう皆さんね。この世はイエス様イエス様って言わないじゃないですか。むしろどっちかというと無視され、そしてなんかこうのけられてしまうね、イエス様とかキリスト教とかクリスチャンとか聖書とかそういうものをのけられる世界ですよね。それが、闇だということですね。モーカさん、イエス様がいない世界は闇だと思います。アメン。そしてですね、ですね、その私たち、クリスチャンも、世の光と、イエス様がおっしゃいました。ですから、この放送はですね、この放送は、光放送光放送とも言えるでしょう。この世の、闇であるこの世に対して、イエス様のことを述べ伝え、イエス様の教えを述べ伝え、イエス様を信じるように、伝道しているわけです。はい、小月さん、小月さん、はい、タイトル出せますか？あ、そうですか、タイトル出せますか？ありがとうございます。とびっこさん、牧師の光の伝道で体が震えました。ありがとうございます。ショールームでもタイトルが出せるそうですね。ヒトさん、牧師は結婚式に出れますか？新式の結婚式は出ないですね。新式神前の結婚式には出ないです。はい、それでですね、それでこの世が闇だということをまず理解してください。そしてイエス様がこの地上に来たというのは、闇の中に光が来たということなんです。ヨハネ一章にそう書いてありますね。ヨハネ一章、光が、この世に来た。イエス様は光としてこの世に来ました。光をあれというのはそういうことですね。皆さん、創世記一章にまず神様が作ったのは光を作りました。光をあれ、エリザベスさん、おはようございます。光をあれ。キューちゃん、祭りなど行きますか？夏祭り対抗配信はします。でも今月はしないんですね。今月はしませんが、今までしてきました。最近良いことがありません。なぜでしょうか？ではイエス様を信じてください。イエス様を信じて油注ぎを受けてください。良いことが起きてきます。イエス様は光としてこの世に来て、この世の闇を照らします。そしてそれはですね、皆さんよく言いますが、闇は光に勝てません。闇は光に勝てません。兄弟姉妹の皆さん、信じてください。私たちは世の光です。闇は打ち勝ちません。闇は打ち勝ちません。光の方が強いんです。そうでしょ。光が照れば闇は消えるんです。闇はですね、闇が強くなっても光は消えません。闇がね、強くなっても光は消えないでしょう。そういうわけで皆さん、これ今度逆向きにします。そういうわけで皆さん、私たちが
光として輝けば、ね、光として輝けば闇は消えていきます。ぜひ皆さん、私たちはイエス様を述べ伝える光として、この世で輝く必要があります。そうすれば闇は消えます。闇は消えます。皆さんの信仰が光です。皆さんが熱心になればなるほど、熱い信仰を持てば持つほど、世の中の闇が消えるんです。皆さんの存在が光です。私たちの存在が光です。私たちが熱く燃えれば、私たちは、世の中を明るくすることができます。ぼっちさん、ちょっとそのことは調べてみますね。ちょっと待っててくださいね。よくわからないので、調べてみます。選挙はどこに入れればいいんですか。まだ決めたわけじゃないんですけど、令和新選組を考えています、ね、令和新選組を考えていますが、まだ決めてはいません。エリザベスさん、他の配信を見てもほとんど闇ですよね。イエス様の、イエス様を認めないところは闇なんです。皆さん、イエス様を認めないところは闇なんです。ですから皆さん、この世は闇なんですね。そして、闇ならば、霊的に見えないわけですから、いろんな、そのトラブルが起きるわけですね。光があってこそ、安全だし、光があってこそ正しいことができるし、光があってこそ正しい、その光があってこそいろんなことが見えてくるわけです。つまり光のないところには、カオスですね。光のないところは何もわからないのでカオスであり、混沌としていて、何が何だかわからなくなってしまいます。多くの人が、ね、人生どうしたらいいかわからない、人生何のために生きたらわからない、それは闇だからなんですね。闇だからです。ぼっちさんね、それはね、釈明があって、その関係ないそうですね。関係ないそうです。坂田さん、違いますね。なんて言ったかな、十字架、十字架首相って言ったかな、ごめんなさい、ちょっとね、だいぶ記憶が薄れてます。十字架総理とかいう政治家がいました、ね、暗殺されてしまいましたけど、そういう人がまた日本に現れてほしいんです。モークさん、この伝道放送は光です。私はこの放送で旧牧師の分かりやすい教えを聞いたり、たくさんのリスナーの証を聞いて、イエス様への信仰心で熱く燃えます。アメン、アメン。モークさん、それが光です。それが誠の人の光です。誠の人の光です。私たちは、光る必要があります、ね、私たちは信仰で光ってこの日本の闇、日本の闇を消す必要があります。ただ私たちが信仰で熱くなれば、熱くなるだけで、光が
照らされば、光を放てば、光を放てば、世の中が明るくなるのです。ヤコブさん、ヤフーチャットの頃が懐かしいですね。そうですね。13年前に、ヤフーチャットで、電動放送してました。ですから皆さん、この世が闇であり、イエス様のいないところが闇であり、不信仰のところには闇だということを理解してください。そして、闇の中にいると闇の技を行います。闇の技っていうのは、まあ、罪ですね、罪を犯すのは闇の中にいるから罪を犯すんです。そして私たちが光の世界に入ると、イエスキリストを信じるというのは光の世界に入るということです。大平正義さんも、まあ、一応クリスチャンでした。そうです、片山哲ですね、片山哲という方が十字架なんとかっていう方で、片山哲だったかな、片山哲暗殺されたのは片山哲だったかな、ちょっと多分片山哲さんでいいと思います、ね、すいません、もうだいぶ記憶が飛んでます。片山哲さんがクリスチャンの政治家ですね。ともさん、私も牧師みたいに光の存在になりたいです。なれますよ、ともさん。信仰で燃えれば光の子になれるんです。光の子になります。皆さん、闇の子から光の子になれるんです。信仰が燃えれば、光の子になれるんです。エリザベスさん、2020年には何が起こりますか。リバイバルが起きてほしいですね。そしてですね、もう一つ言いたいことがあります。もう一つはね、悪魔悪霊は闇の中で働くんです。いいですか。悪魔悪霊は闇の中で働きます。そしてイエス様は光の中で働きます。この原則を理解してください。いいですか。悪魔悪霊は闇の中で働きます。イエス様は光の中を働きますね。皆さんは例えばですね、北朝鮮に住みたいですか。北朝鮮住みたくないですよね、皆さんね。北朝鮮は独裁して、ね、民主主義もないし、そして、不法な国です。まあ、それが闇の国と言ってもいいでしょう。ね、北朝鮮が、闇の国を表します。日本はですね、まあ、本当に日本もある意味では闇の国なんですが、まあ、一応ですね、信教の自由があって、言論の自由があって、そして治安がいいという意味では、まあ、光の国を表していると思いますね。光の国が表している。皆さん、多くの人は北朝鮮に住んでいるようなものなんですね。北朝鮮に住んでいる。北朝鮮の人は日本に、移民で入れませんが、もし北朝鮮の人がですね、韓国とか、日本に来たいと思ってますので、もし来れるなら来ると思いますね。北朝鮮の人たちは韓国に入りたいし、日本に入りたいけど、それはできません。それは、闇の国から光の国に入りたいんです。皆さんも北朝鮮にで住みたくないですよね。それと同じように、私たちはこの世という闇の国から、ね、教会という神の国、光の国に入る必要があるんですね。皆さんがイエス様を信じるということは、闇の国から光の国に入る、
闇の国にか、か国を出て闇、光の国に入るということなんです。ぜひ皆さんこの世的な生き方をすれば闇の国の中で生きている闇の子なんです。罪の道を歩むならばそれは闇の世界であり闇の子なんです。しかし悔い改めてイエス・キリストを信じて、クリスチャンの世界に入るならば、クリスチャンの世界に入るならばそれは神の国に入るのです。光の国に入るのです。ペテロ、第一ペテロにこう書いてありますね。第一ペテロに、闇の中から驚くべき光の中に招いてくださった方、闇の中から、驚くべき光の中に招いてくださった方の御業、それは十字架のことですね。十字架を述べ伝えたい。私たち自身が光の中に入るだけではなく、今度は闇にいる人たちを、闇にいる人たちを私たちは光の中に招く必要があるんだということですね。ぼっちさん、そのことはちょっと調べてみますので、ちょっと待っててくださいね。はい、それでは、明かしタイム行きましょう。イエス様を信じて、闇から出ることができた。驚くべき真理を知って、イエス様が心の中に入って、心が明るくなった。生き方が明るくなった。イエス・キリストを信じて、すべてが、罪の技をしなくなってきた。闇の技をしなくなってきた証、スタート。イエス様を信じて、闇の技をから離れるようになってきた証、スタート。イエス様が愛してくださる夢を見ました。この牧師の話は真実だとおっしゃっていた。あ、嬉しいですね。イエス様が夢の中に見たんですね。もしよければ詳しいことを教えてください。坂田さん、この放送で風邪の諸症状が緩和されてきました。文句さん、絶対光の国に入りたいです。イエス様が神の愛で支配する。イエス様が王である。光の国に入りたいです。アメン。アメン。ヤコブさん、イエス様を信じてから自分自身異常なほどへりくだるようになった。アメン。素晴らしいです。素晴らしいです。ヒットさん、イエス様のおかげで牧師に出会いました。アメン。ヒットさん、救われてよかったですね。リュウビさんのために祈ってあげてくださいね。リュウビさんが救われるように祈ってあげてください。モークさん、私も救われました。メロディーさん、おはようございます。トムさん、暗闇一筋の光を見ました。アメン。暗闇に一筋の光が見ました。アメン。はい、まいちゃん、スカイプで教えてください。エリザベスさん、イエス様にお会いしたとき、浄化として一時的に吐いたり、下したりしますか？しますよ。します。
悪霊が出ていくときですね、悪霊が出ていくときに、吐いたり下したり咳が出たりします。悪霊が出てきます。皆さんこの放送を見てるだけで悪霊が出てきます。皆さんがイエス様を信じて本当に悔い改めて、罪を悔い改めるならば悪霊が出てきます。悪霊が出てきます。皆さんが本当にイエス様、ね、罪を許してください、罪を許してくださいって深く深く悔い改めると悪霊が出てきます。悪霊が出て聖霊を受けます。聖霊を受けます。ヤコブさん、梅雨時期ですが暗がりが多いけど心は常にサンシャインです。心は常にサンシャイン、光があるということですね。エリザベスさん、それで苦しみ抜いてすっきりしました。よかったですね。悪霊が出てったんですよ。エリザベスさん、悪霊が出てったんです。納豆さん、聖霊を受けるというのはどういう意味ですか？私たちの中にイエス様が来られるということですね。イエス様の中に、私たちの中に神様が来られるということです。彦さん、悪霊が出たかどうかどうやったら分かるの？まず、苦しみがなくなる、解放感がある、喜びが来る、平安になる、そういう感じでしょうかね。ごめんなさい、聖霊を受けるというのはどういう意味ですか？あ、それ言いましたね。悪霊が出ていくと、ね、病気が治る、病気がなる、苦しみが、なくなる、悪意、敵意、怒りがなくなる、悪霊がいるとこんな顔になりますね。悪霊がいるとそういう顔になりますね。悪霊が出ていくとこういう顔になりますね。悪霊が出ていくとこういう顔になります。ゆうさん、まさにそんな感じです。リトさん、油すぎを体験したいです。じゃあ求めてくださいね。求めれば与えられます。油すぎをください、油すぎをください、聖霊のバプテスマ、聖霊のバプテスマをください、聖霊のバプテスマをください。一生懸命祈ってください。熱心に求めるなら与えられます。求め続けてください、求め続けてください。はい、それではですね、今晩は土曜日ですから放送ありませんが、明日の朝10時半一緒に礼拝しましょう。一緒に礼拝し賛美して、光を放ちましょう。光を放って日本の闇を、打ち消しましょう。皆さん光ってください。信仰で光ってください。喜んでください、喜んでください、ね、イエス様を賛美しましょう。心から賛美し、ちょうど選挙と重なりますが、私たちは、信仰で熱くなるんです。信仰で熱くなれば、日本は明るくなります。日本を明るくするためには、皆さんの信仰です。皆さんの信仰、熱い信仰、それが、日本を救います。日本を救います。天道様、感謝します。日本は今まで悪魔悪霊に支配され 闇の国でした。闇の国でした、イエス様だけが光です。イエス様だけが光です、どうぞ日本に来てください。あなたが来てくだされば日本は明るくなります。あなたが、日本に来てくだされば闇が消えます。日本の闇が消えます。日本の闇が消えます。イエス様、来てください。日本に来てください。日本に来て、日本を救ってください。どうぞ、リスナーの方々で、イエス様を信じた方がたくさんいます。アーメンと言った方々が、イエス様を信じました。どうぞ、彼らの光が、世の光として、明るくなりますように。明るくなって、日本のあちこちに、光が、
輝きますように。日本の光が、日本に光が輝いて、日本中が明るくなりますように。日本中が明るくなりますように。イエス様どうぞ、信仰の光が、信仰の光が日本の闇を消しますように。日本の闇を消しますように。イエス様今リスナーを用いてください。リスナーが信仰で燃えますように。信仰で燃えて、日本の光となりますように。日本の光となりますように。イエス様お願いします。どうぞリスナーを祝福して、あなたの光を、光で輝かしてください。輝かしてください。輝かしてください。そして、闇の中から出て、光の国に入りますように。光の国に入って、光の子となりますように。光の子となりますように。光の子となって、輝きますように。星のように、星のように輝きますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい、皆さんはもう闇の子ではありません。闇の技を捨てて、光の技を行ってください。皆さんは光の子です。イエス・キリストに会って、光の子です。光の子として歩んでください。それでは、シャローム。ありがとうございました。明日の朝10時半に。シャローム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 。